深夜朝一。なかなか朝一っていうのはあんま見ないよね。この辺特有というか、地方のそういう感じなのかな。昔からやってそうな感じ。松本清もこの景観に合わせて茶色ですよ。うん。あそこにちょっと有名な橋がありますね。あっち行ってみましょうか。これ問屋跡。問屋っていうのは、まあ、今現代界でいう郵便局とかなんか荷物の取り扱い所みたいなのを問屋って言うんですよ。で、中にはその馬とかの取り替えとか取り付けとかそういったものもあの担っていたから、まあ、こういう名前にもなってるんだろうけど、問屋っていうのは要するに今の貨物ターミナル的なそういうところです。まあ、荷物の取り扱いです、簡単に言うと。昔江戸時代のその宿場町には大体置かれておりました。江戸後期近くのどのコーナーって書いてあります。これもそう、ほら、他民間の輸送にも、輸送だから本当荷物とかそういったものを取り扱うことを問屋って言います。考察があった場所、これか。考察の後は、あ、なんかちょっと隠れてるけど、考察場跡って書いてある。こういう風に考察場っていうのは基本的にまあないもんなんですよ。もうやっぱ跡地になるんですけれども、まあゲロみたいにああやって考察場を再現してくれてるところもあります。多分あれは再現ものですよ。だからここにあのゲロで見たあれがあって、ここ入るって、ここがまあ多分入り口になると思うんですよ。この橋を渡った先が宿場町だから、古い町並みが残ってるでしょ。あれ全部多分宿場町のやつなんですよ。ここが入り口となると、やっぱり入り口に置くのが考察場だから、旅人がここまで日高街道を通ってきたら、考察場のこのルールを見てよしってこっちに宿場町に入るっていう仕組みだと思う。それはゲロと変わらない、あの同じ仕組みです。どこも宿場町は、ここに考察場って、これが入り口です。ここが宿場町、そういうことですよ。結構ね、こう見ると納得いくでしょ、分かりやすいでしょ。こういう橋を渡ったその先にあの宿場町が広がってるって感じ。どうでしょう、今日はガイド付きですからガイド付きですから。20代、江戸のそんな話もしてもねって感じですけど、これがさっきから言っている宮川でしょ、流れているのは。向こうの方に行けば朝市がやってるはず。いや、いいですね。うわー、怖えー怖えー、こんなバス通るの、ここ。マジ？命の危険を感じたよ、今。本当に。怖すぎる。じゃあ、我々もじゃあ、あの考察場なかったけど、考察場の、まあ、ゲロと同じような仕組みなんで、あれを見ましたということで、じゃあ、宿場町に入りますね。我々の旅人ですから、まあ、似たようなものです。日高街道、高山本線が日高街道だというと、それを通ってきたんで、我々も。それに、ね、乗っ取って、宿場町に入りますと、ちゃんとルールを守りますよ、ということでね。そう、考察場を見て。あの、隠れキリシタンがいたら、報告したら褒美がもらえるかもしれないですけど江戸時代の話や、それは。そう、考察場に書いてあったんで。あ、なんか全然違うね、夜見たのと雰囲気が。そりゃそうなんだけど、あ、こうまでこうくっきりと違うんだな。すげえ、これはこれでめちゃめちゃいいよね。夜は夜でいいし。あ、こんなもう細路見てよ、この雰囲気いいね。いや、いろんなところ歩きたくなるね。ちょっとくねくね行ってみるかい。うん、あ、ほんとだ。だからここの景観に合わせてこの色になってるんですよ。いいのか、大丈夫か、これはこれで。あんまりこれを、結構大事なもんだと思うけど、あんまり景観気にしすぎてもね、そこまでするかって感じなんだけど。あ、すげえ、何この雰囲気。写真撮っていった方がいいよ、これは。ほんとすげえ。なんだこれ、曇っててもさ、なんか映えるっていうかさ、ね、映えるって言い方ちょっと現代っぽかったけど、こういう場にちょっとインスタ映えとかって、あの、似つかわしくないんだけどね。そう。でも、すごい雰囲気がいいですよ、これ。あ、いいですね。この建物とかね。エモいとか、インスタ映えとか、こんな古き良き街並みに全然似合わないんですけども、すごいいいですね。昔ながらの街がそのまま本当に残っているんだな。恵比寿台、あ、こういうのがここにあるはずなんだよね。実際多分ここに置いてあるんです。だからそのためのスペースなんですよ、これ。そういうことなんだ。
すげえな、そう考えると。うわ、いいわ。あ、やっぱあるね、人力車ってやつはね。うん、そりゃ当然と言っちゃ当然みたいな、そんな感じがする。うん、すごい、ずっとこなんだろう、先までもう一定間隔でもこのずっと立ち並んでる街並みが見えるっていうのはいいね。これいいね、なかなか味わえないよ、こういうところは。もう日本の国旗がすごいな、本当に。みたらし団子、五平餅だ。あ、お箸に名前無料折り、これ草津温泉でも僕やりましたよ。うん、自分の名前書いてもらったの、持ってもらった、持ってるよ。ここがその飛騨牛の握りのところだ、昨日来たところだね。まあ昨日食ったしな、握り寿司。そうだよ、散々朝朝食いいの食ったから、さすがにここで食べ歩きっていうのは今お腹的に無理だ。だから昨日食べ歩き済んどいてよかったね、そう考えると。いや、いいわこれ、雰囲気も。本当に歩いてるだけで全てタイムスリップしたっていうのはまさにこういうことを言うんだよね。昨日は全部閉まってたけど、うん、今日はもう賑やかですよ。東京都高山か。だからやっぱ今ちょっとちらっと聞いたけど、400年前とかのその雰囲気を留めている、そういった感じらしいですね。だから本当に古い町並みっていうのはその400年前とかの町のことを言うんですよ。うん、小京都だって、確かにその通りだよな。あ、やっぱりこの辺も電線がないじゃないですか、今思ったけどね、電線ないでしょ。だから地下に埋めてるんですよ、こういうの。景観保護のために全部電線は地下だ。そういうことになってそうだよね、どう見ても電線ないもん。あ、ここか、さっきのじゃない、昨日の来た古い街並み、このシンプルなシンプルなやつね。こんな、まあ確かに古い街並みだけどシンプルすぎやしないかっていう感じやんな。昨日の夜撮ったのとこの場所一緒のところで今日撮ってみるとやっぱりもう全然違うよね、雰囲気がね。さあ歩いていきましょう。昨日も通った夜の街から急に明るい街へとなって、このコカ・コーラもまた色が景観保護のためになってますね。いい雰囲気すぎる、すごいね上様君これね、マジで 20% オフとかになってるのがいろいろ、 10% オフ。うわ雰囲気いいよ、ここ、こういう感じとか。昨日この辺も撮ったよね、丸屋さん、これこの位置からね。さあ着きました、これです、宮川朝市。おお、栄えてる栄えてる。これが宮川ですよ。何度も何度も出てきてるけど、すごい綺麗だ。これが日本海の方まで行って富山の方、富山湾に流れてくっていうことなんですよ。水の流れは全部こっちですよ。要するにこっち側は日本海だから、もう高山は日本海側の水になってるってことなんですよ。もうあっちに流れていくから、全部この水は富山湾に流れてきます。太平洋側から日本海側にいるってことでね、これを見たらよくわかる、水の流れで。すごい雰囲気いいな、飛騨高山名物宮川朝市ということですよ。これ
すげえな、ああいう風にナスがそのまま置いてあったな。ちょっと一通り見て、どうせあっち戻ってくるし。いいね、朝市なんてそう経験できるもんじゃないからな。朝市だってほら朝の早い時間帯に来ないとやってないからね。そう考えるとやっぱり泊まった人特権みたいなところはやっぱりあるのかもしれない、この辺は。朝でも夜でもね、いろんな店が立ち並んでいます。これはほぼ毎日やっているそうですよ。うん、その休日とかいつか関係なしに宮川朝市っていうものは、これもまたなんかいろいろとあるな。食べ歩きができそうなお店とかお土産とかそういったものが売ってます。ビールとか昨日のゲロみたいな感じだね。ほんといろいろ、飛騨牛おやきまで行ってるよ。この辺はやっぱりいろんな場所のその交通の要衝でもあるので、長野方面だったり富山方面、そしてあの金沢とか名古屋とかその辺の中心地みたいなところでもあるから、いろんなものが揃うんだろうね、ある意味で。あ、桃とか売ってるね。リンゴ、なんかリンゴも有名みたいなこと言ってたもんね。お、こんなんもあるで。ヨーグルクレン、去ったおげんやろうけど大きいじゃん。それは大阪、それは大阪ですよ。あ、こんなんもあると、織物かな。そんなもんまであるんやな。飛騨牛ポテトチップスとかあるね。秋葉神社って、あ、それじゃない、それじゃない、お賽銭とかすぐオタクの反応するからとか。それは千代だけちゃう違うって。これはいい雰囲気だよ。結構この宮川の水辺のところまで降りられるんですね。自由度が高いね、結構。こういう雰囲気がこの街を良くさせてくれてるんですよ。こういう風に朝市もやり、休みの日にはこのように宮川に来て涼む、そして古い町並みを観光し、美味しいものも食べられる、すごくいい場所じゃないですか高山って。初めて来たけど、これは絶対日本人は1回でも来るべきだ。外国人の観光客も多いぐらいだから、絶対に高山は日本人が絶対に訪れるべき場所だと、そう思いますね。これだけの雰囲気は、あだ、非常に素晴らしい。すごいすごいすごい、メインストリートですよこれ。あらららら、すごいな、これはすごいよ。どれだけ雰囲気がいいのかっていうのがここだけでわかる。宮川すごいな。大量の鯉か、あれ餌やり場になってるのか。てかすげえな、ここ流されちゃうよ、こんなの降りた、落ちたら大変なことになっちゃう。すごいすごい、ほらあの鯉が頑張ってこっちの流れなのに対して頑張って向こうに行こうとしてるけど無理だよ、流れが速いのに。いや、ほら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 、あ、いけたいけた、ここの流れが強いから、ここまで行けば。すごい感動、もう構造を使ってる、鯉と使ってる、構造を使ってるよ、平和な世界。あの子もさ、すごい頑張ってさ、こっちに行こうとするんだけど、流れで流されそうになってて、でも、なんとか頑張って、流されないように頑張ってる。あの足が変わる。
けど、流されちゃうんじゃないかって心配になる。おい、人生流されたらあかんみたいな。そういうことや。頑張ってるよ。頑張ってるんやな。それが知れただけでもした価値があったよ。じゃあそろそろだな。いい時間になってきました。我々はちょっと早めにこの岐阜高山を離脱します。まあ何もこの人の帰る道筋が台風っていうのもあるんですけれども、私もこの先だいぶ山道の方に行かなくてはいけないので、あ、できると思うよ。まだ使ってないから。うん、できるできる。ちょっと移動しましょう。よいしょ。我々ちょっとね、早めに出ないと帰れなくなっちゃうから。俺は普通に帰れるはずなんだけど、山道を選んでしまった、いわゆる国道なんですよ。あのひどい道と書いて国道なんですけど、関西がやばいよ。関西地区も大変なことになってるので、でそういった意味では我々はもうこの時間帯にてもう出ますので、ちょっとじゃあ高山駅方面に向かいましょう。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。2日間ね。またじゃあね。ということで、友達を乗せた特急ひだ号が岐阜に向けて出発。友達はどんどんね、台風が近づいてるということで早めに離脱ということです。それでも結構時間かかるらしいですね。ということで今回は岐阜県下呂温泉、そして高山の旅を2人で冒険してきました。非常に楽しい冒険でした。ここからはですね、僕一人がアルプスの山を越え長野県方面に抜けて帰りたいと思います。本当だったらね、あの北陸新幹線富山まで行って帰る方が早いんですけれども、一味違った旅のルートを皆様にご紹介したいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。